はい、ヤマハイパイとは、マージャンにおいて、局の開始時に、各プレイヤーがハイを取得する行為、および、それによって取得されたパイのことを言う。本校ではハイパイに関する催目事項も合わせて、解説する。手積みのマージャンであれば、前のツボネが終了した後、次のツボネのハイさんを積む前に、荒いパイが行われる。十分に荒いパイされたパイを各自が積み、積み終われば、 親がサイコロを振る。全自動宅の場合は、前のつぼねの灰をすべて、択の中に流し込み、宅中央のセットボタンを押す。親は、セットボタンと前後して、サイコロボタンを押す。親が振ったサイコロの目によって、右表の通り開門位置が決定される。例えば、サイの目が子なら、親は、次さの右から五道目を割る。その左側の二道。 すなわち6道目と7道目の2道4枚が親の敗敗イイの第一ブロックである。なお、サイコロは2個振られるため、目が1になることはない。以降の手順は以下の通り。アズマヤが最初の2道4枚を取った後、南家、西家、北家の順にそれぞれ2道4枚ずつ取得する。2道4枚の取得を順番に計3回繰り返し、各自が合計12枚の牌を取得する。 アズマヤは残った壁パイの一道目と三道目から上段の一枚ずつを取得する。この動作をチョンチョンという。右の画像は親がチョンチョンを取った直後のパイアマの葉である。チョンチョンの取得により、アズマヤの手配は合計14枚となり、これで親のハイは完了である。アズマヤがチョンチョンを取った後、南家、西家、ホッケは順に最後の一枚を取得する。 これで、小型のハイパイも完了である。必要に応じて、各自立イを行い、ドラが開示されているのを確認してから、親が第一が起きる。なお、渦に見る通り、ハイパイの取得は開門1からハイさんを時計回りに進行する。これは座順呼びつも番や親番の移動が、半時計回りに進行するのとは逆である。また、あずまだけハイパイが1枚多いが、これは、 ハイパイと同時に第一相もを取っているものと解される。全自動卓では、各配算に積まれるのは17度と決まっている。そのためデメが大きい場合は、右からではなく、左から数えた方が早く、デメ12の時は俗に、3の子、デメ11の時は4の子、デメ10の時は5の子などという。右表にまとめた通り、比較的よく使用されるのは、時給の場合の6の子までで、 左8の7の子はほとんど聞かれない。霊場パイは下ろしておくドラをめくるのは買い物のプレイヤーの役割である。ドラをめくると同時に霊場パイも下段に下ろす。これは曲の途中で霊場パイがこぼれて見えてしまうのを防ぐための習慣である。フリージャンソー等では霊場パイは必ず下ろしておくのがマナーとされる。また、 一部のルールブックにもハイパイ時の霊場パイについての言及が見られる。曰く、ドラ表示に際して、ドラ表示範イをめくる前に、霊場パイを下ろし、叱る後に、ドラ表示範イをめくれば、めくった表紙に、霊場パイがこぼれてしまうようなことは起こらないとの記述がある。ハイパイの前後には、以下のようなトラブルがありがちである。ただし、その時の対処は、ルールブック等にも、 明確に書かれていないことが多く、プレイヤー4人の合議で対処するか、フリージャンソーであれば、店側の人間に最低を求めることになる。それぞれのケースで、いずれの最低となるかは、必ずしも、確定的ではないが、それほど重い罰則は課されない傾向にある。親番の周り、順自動ハイパイ型全自動宅における、配算と手配のセット位置。ドラもめくられた状態で上がってくるが、 ドラ出し機能はオン・オフが可能従来型の全自動卓の場合、卓の中から上がってくるのは配算だけである。しかしハイパ完了型全自動卓の場合は、配算と同時に手配まで各自の手元に配られた状態で配が上がってくる。いちいちサイコロを振って、開門位置を決め、3ブロックちょんちょんに分けて、ハイパを取る、などといった煩雑な手順を経る必要がなく、 ドラ表示牌も最初からめくられた状態で上がって、来るので、ドラをめくるという手順もない。ハイパイ時におけるほとんどの手順が自動化されている。ただし、親の手元に配られるのも13枚なので、親は、第1相撲を積もってから第1打を切らなければならない。親は、ハイパイが完了したら、第1打を切るという従来の動作に慣れきっている場合、第1相撲を取り忘れて第1打を切ってしまうという。 事態が頻繁に起こりうるので、親番の時は十分に注意が必要である。セットボタンを押すと、パイさんと手配13枚が上がってくる。ドラ表示配もめくられている。親は、ドラ表示配の左に銅を残して、山を割り、第1つもを積もる。第1打を切る親が第1つもを取り忘れて第1打を切った場合、13枚の状態から1枚切るわけで、あるから、 当然、勝敗に陥る。慣れないうちは、頻繁に起きるトラブルであるため、以下のような救済措置が講じられる。いずれのケースでも、あずまやは切った第一打を変更することはできない。また、三番目のケースでは、あずまやの第一つもと何家の第一つもが入れ替わる、ことになる。四番目のケースでは一順目のみ、全員のつも筋がずれる。これらの救済措置が講じられる場合、 その許容範囲は、概ね一順目以内である。すなわち、親が、第二つもを積もる以前であれば、親は、ペナルティなしで手配を、本来の枚数に戻すことができる。しかし、第一つもの取り忘れに気づいたのが二順目以降であれば、親は勝敗により、数両放棄となる。なお、これら救済措置を一切認めない場合も、ままある。 開門位置決定のサイコロを一度振るか二度振るかの取り決めである。一度振りなら開門位置は前述の表のようになるが、二度振りでは、デメと開門位置の対象が複雑化する。二度振りにおける開門位置の決定手順は以下の通り。親が一度目のサイコロを振り、どの山を荒れるか決める一度目のサイコロで指定された位置にいるプレイヤーが二度目のサイコロを振る一度目のデメと二度目の 出目を合計する2回の出目の合計を X とすると、一度目のサイコロで指定された、ハイさんの右端から数えて X 番目を割り、これを開門位置とする通常の一度振りの場合、南家の山なら右から二度目か六度目か十度目が開門位置になる。あずまの山なら右から五度目か九度目が開門位置である。すなわち1度振りでは、 それぞれの山と開門位置の対応が固定されている。しかし二度ブりではこの法則が崩れ、二度サイコロを振る、結果、南県の山の右から13道目が開門位置になったり、東屋の山の右から14道目が開門位置になったりする。このように開門位置の固定的対応を崩せば、イカサマシの積み込みは成功しにくくなる。しかし積み込みの心配をせねばならなかったのは、 全自動卓が登場する以前の手積み時代のことで、全自動卓の登場によって、積み込み師が、戸場から退場してゆくと、最右にドブリにする意味はなくなった。その結果にドフリの習慣は、スタで、自動卓完備のフリージャンソー等ではもっぱら一度フリが、支配的である。一部のルールブックにも言及が見られる。いわく、全自動卓の普及によって、積み込みの心配がなくなれば、 一度振りの方が分かりやすくていいとある。なお、仲間内などで手積みの麻雀を打つ場合は、念のためではあるが二度振りにする余地はある。パッコロとは、麻雀専用の正十二面体のサイコロである。赤と黒の一つずつを一セットとして用い、赤い方には、東南西北が、各三面ずつ、黒い方には一から十二までの関数字が彫ってある。親はこれを二つ、同時に振り、 開門位置を決定する。主に3人マージャンで使用されるが、4人うちのマージャンでも使用可能である。このようにパッコロを使った場合、通常のサイコロの2つ振りでは出ることのない位置の目が出るほか、開門位置とサイの目の関係もバラバラになる。市販のパイセットには付属品として6面体のサイコロが付いているが、通常パッコロは付いていない。ただし、 バラ売りでは流通しており、オンラインで購入が可能である。三人打ち専門店などでは、稀にパッコロを使用した全自動卓が設置されていることがある。とはいえサイコロの部分が違っているだけで、他の部分は通常の全自動卓と同じである。あまり一般には普及していないパッコロであるが、考案されたのは1970年代で大脇全名という人物が、 考案者であると伝わっている。パイを136枚使ってその中から無作為に14、パイを引き出した場合の組み合わせ、すなわち第一相撲を含めたハイパイの組み合わせは全部で102億1253万3760通りある。ハイパイでどのようなパイを取得するかは偶然性に支配されるが平均値は4無貴重であるという。ハイパイ終了の段階で 数量の可能性が高い場合、さらには高得点が期待できる場合、ハイパイが良いと表現される。逆の場合は、ハイパイが悪いという、ありがとうございます。